今日は阪急梅田駅から園田競馬に行きます。普通電車の神戸三宮行きに乗車し、園田駅で降りてください。園田駅到着後は無料バスがあります。5分程度で到着。歩いて進んだ先には大きなレースの開催日が書いてあります。今日は優勝賞金3000万円の園田競馬で一番大きなレースがあります。指定席はここで購入できます。指定席はこんな感じ。ちなみにソフトドリンク飲み放題ですよ。ぜひここで快適な競馬観戦をしてください。入場料は100円です。安いですね。ここで投票に必要な用紙と鉛筆をもらいましょう。何枚取ってもいいですよ。まずはご飯でも食べましょうか。日本には腹が減っては戦はできぬという言葉があります。いろいろな店がありますが、僕のおすすめは入り口すぐ左のマグロ専門店。マグロカツ丼を頼みました。これで500円です。揚げたてのカツはサクサクでとても美味しいですよ。次にパドックを見てみましょう。パドックでは馬の調子を確認します。次にかけ方を紹介します。このカードに馬名、レースナンバー、かけ方、馬番号、金額などを記入します。かけ方は一番簡単な単勝、三連単までいろんな種類があります。カードを機械に入れて投票します。お金を最初に入れてカードを次に入れます。内容が合っていれば生産ボタンを押して確定します。換金には投票券が必要なので大切にしてくださいね。次に競馬場全体を見てみましょう。左に見られる円がゴールです。外にある席が無料席です。室内の上の方の席は指定席やカメラマンの席です。そろそろレースが始まるので見てみましょう。園田競馬ではすぐ近くで馬を見られます。一周してきました。ちなみに外れました。次にもう一つおすすめグルメを紹介。これはもつ焼きです。タレがよく染みてキャベツは甘くとても美味しいです。ビールによく合います。次に園田のアイドルを紹介します。佐々木騎手はまだ1年目の騎手ですが、10ヶ月で1億円以上の賞金を稼いでいます。
容姿も綺麗なので園田競馬場には彼女目当てで来る人もたくさんいますよ。園田競馬場に来た際は応援してあげてくださいね。よろしく頼むぞ。最後に賞金3000万円兵庫ジュニアグランプリをフルで見てお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。